セラムが伸びてきたので剪定したいと思います。これはもともとポットに入ってる子です。手軽に変えられるからいいよね。ポットのまま入れておくとちょうどいいサイズなんだよね、2号ポットにね。よし、剪定していきます。チョキチョキ切るだけ。カルダムは全然大丈夫。カルダム、
ちょっと持ってこよう。で、高さ出す。消してきた。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、評価、コメントもいただけたら嬉しいです。